ちょっと散歩は市長が案内人となり、楽しくお散歩しながら地域の魅力をお伝えする番組です。今回は摂津市の森山和正市長と一緒にお散歩しながら、摂津市のさまざまな魅力をご紹介します。皆さんこんにちは、J コムの井淵です。今日は摂津市の森山市長と一緒に摂津市のいろんなところをご紹介をしていただきたいと思います。摂津市長どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ここは庄若商店街ですかね。本町商店街ですね。本町商店街、はいはい、なんか懐かしい感じの商店街ですね。そうですね、今全国的に商店街のね、はい、閉店というかね、はいはい、そういう傾向があります。そうですね、この商店街昭和から平成の初めかけて非常に賑やかで、はい、多くの人が行き交う商店街です。今も今日は雨ですけれども、はい、たくさんの方お見えでございますけれども、はい、そんな中でもその空き店舗の活用といいますかね、新しい展開が始まっています。なるほど、これからそこへまた案内したいと思います。あ、じゃあ行きましょうか、はいはい、それでは出発です。こんにちは。こんにちは。いつもすみません。あ、どうも。了解、ただ、うん、これが行こうかな思って。人にお見えになります、ね。時間ちょっとずらしてもよかったな。あ、ま、いやいやいや。今日はね、ちょっと街のね、案内ご紹介を、はい、どうも、気をつけて、はい、いつもすみません。いつもすみませんな。今日はちょっとね、商店街のね、変化をみんなに見てもらおうので、はい、ありがとうございます。あいにくの雨になってしまってね。こっちなんですね。お、到着です。少しちょっと変わった感じの建物ですね。あ、こんにちは。こんにちは。せっかく一緒に出たらいいのね。一緒に。こんにちは。また、僕らの話を。気付けて。気付けて。さよなら。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもすみません。毎度ありがとうございます。こちらは、今回。そうですね。新しい取り組みですけど。そうですね。今さっきも言いましたように、空き店舗というのはいろんな課題になってますね、はい、どこでも、はい、でそんな中、ジョーカーさんそういう環境を、ね、はい、逆転に取るというかですね、新たなる発想 で, です、ね、なるほど、こちらに、ね、お越しいただきました。その内容についてはまた中 で, そうですね。じゃあちょっとお邪魔させていただいてよろしいでしょうか、はいはい、やってきたのはジョカ大阪の事務所でしたよ。事務所？今日こちらの建物、私初めてお邪魔させていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。これはリノベーションをされたんですよね、はい、そうです。去年の7月にオープンしたんですけども、まあ、それまではもともとだいたい築50年ぐらいのクリーニング屋さん、スナックとかが営業されてたんですけど、長らくずっと空き、なるほど、もまあ、リノベーションして、はい、全くこう近代的なものに作り変えるっていうのは、うん、もうコンセプトからは全くなくて、逆にある姿の良いところをあえて残して、はい、そうしないとやっぱり近所の方々、うん、こう馴染みのこう場所っていうんでしょうかね、うんうん、急に近代的になるとね、ちょっと違和感がある。要は調和する形で、調和する、はい、周りに調和するっていうのがもう一番のコンセプトです、ね、はい、これお店っていう表現でいいんでしょうか。お店ではないんですよね。まあカフェ、カフェですね。お店ではない、まあ、カフェっていろんな意味合いあると思うんですけども、はい、まあ、お客さんと、何でしょう、提供するっていうそんな立場じゃなくて、うん、ここはジョカ大阪っていう元青年海外協力隊の OB、うん、全国組織の事務所でもありまして、はい、それをもう
どうせ事務所を持つなら、うん、地域の方々が自分たちで使う場所、なるほど、そこに私らが横でひっそりと仕事をするという、そういうスタイルを取っています。じゃあ例えばカフェといってもカフェを出してくれるお店の人はいらっしゃらない、ね、自分でこうマイカップを皆さんずっと置いてあるんですけど、はいはい、もう自分でコップ取ってお台所入って、はい、でここコーヒーマシンがある、なるほど、はい、ポチッと自分で作るという、自分で作る、あ、そういう感じのスタイルなんですね。そうですね、なるほどですね。じゃあ私もここでキッチンに入らせていただいて、はい、ぜひぜひコーヒーどうぞよろしいですか、はい、あ、市長いかがですか、はい、市長もご一緒に、僕もやります、あ、そうですか。じゃあ一緒に入りましょうか、はいはいはい、まず50円をここ、あ、50円入れる、チャリンと、はい、50円入れる、50円、はい、ちょっと待ってくださいね、50円ありますよ市長ちょっと貸していただけますか、はい、じゃあ中に入らせていただいて、はい、で住民さん方々は、はい、毎日あるんでマイカップをちょっと置きっぱなしにして、なるほど、でやって今日はまあ、あの、はい、ご用意ないので、はい、ここにない人用のコップ、はい、これを使っていただいて、はい、で、あ、もう自分で、はい、はい、手に取っていただいて、どうぞします、どうぞ、はい、はい、お、これで今中でこう、これ引いて、はい、引き立ての、あ、出てきましたね、いろんな国のコーヒー豆を、はい、あの、ジョカの本部、長野県駒ヶ根市にあるさ、そこで自家焙煎した豆をこっちに送ってもらって、そうか、はい、引き立ての、今日はコロンビア、南米コロンビアのなんですね、コーヒーです、ジョカのあれやな、お得意やな、全国です、いろんな国から、いろんな国から。河合さん、はい、このスペースにはどういう方がよく来られるんでしょうか。そうですね、ズバリごちゃ混ぜの方々、お茶混ぜというと、まあ、はい、日中は一日の流れは、まあ、日中ですとこの近隣のお母さん方ですとか、うん、ママさんですとか、はい、お父さん方々ですね、うん、で夕方になると小学生、中学生、高校生、宿題を、宿題をしに来るんですか。宿題しに行きます、ね、あとは習い物のなんかそろばん教室とか行く前とか後に、うん、あの、子供たちがお菓子食べたり、うん、なるほど、まあ、大学近くあるので大学生も来らっしゃいますし、うん、お仕事中の社会人の方も来られるんですか。はい、あの、どっかランチ食べはった後に、うん、休憩、コーヒー、うん、結構やっぱり地域の方々の交流スペースみたいな形になってるんですよね。そんな感じになってます。市長いかがですか、やっぱこういう取り組みは。いいですね。いいですよね。さっきもちょっと言いましたけどね、はい、今、あの、空き店舗の活用とか、はい、空き家対策、これは非常に、あの、難しいんですけど大切な課題なんですね。そうですね。そういう時にね、このジョカさん、まさに、あの、全国的な組織の OB 会ですからね、はい、JICA の、その拠点がここにできたって、これは本当に摂津の地盤の一つです。そうですよね、はい、あの、本来大阪のど真ん中にあっても、うん、大阪市内のね、はい、その拠点がここに置かれたと。で、あの、地域とのコミュニティというのをテーマにして、はい、それでお仕事をなさってるんですから、そうですね、これからの空き店舗とかね、うんうん、空き家の活用、それにつながってくる、そうですね、我々としてはもう大歓迎で素晴らしいという、うん、摂津の商店街にええもんできたな。摂津にはまだまだなんかいいところがありそうですね。そうですね、摂津市にはこの自慢もあり、また、はい、優れもんといいますか、ブランド、はい、ブランド、産業都市の、ね、一つとしてのブランドありますので、はい、なるほど、はい、またそこへ案内します。じゃあぜひこの後お願いしたいですね。はい、ここもまた寄ってください。はい、承知しました。というわけで摂津ブランド取り替えなすの前村食品さんの畑、さあやってきました。はい、幻の、幻、はい、取り替えのナスに、うん、大阪の伝統野菜、取り替えナスにやってきました。
ペットブランド認定を取ったナスなんですよね。そうですね、摂津の優れものというのがいくつかありますけれども、はい、食べ物の中でこれがまず一番最初に取った認定品、はい、ブランドです。ブランド、はいはい、すごいですね。この幻のナスっていうのは何が幻なんですかね。そうですね、はい、この摂津の土地で江戸時代から代々作られたナス類なんですね、はい、それがですね時代を経てにつれて、うん、戦前まで60軒ほど、はい、ですね、戦争を機にちょっと作る方がおられなくなって、うん、なるほど、一瞬この土地から消えかけたという。そうだったんですか、はい、なるほどなるほど。今はこの幻のナスを作ってるのは、まあ、4軒。そうなんですか、はい、でも4軒しかもうやってらっしゃらない。そうですね、はい、何かこのナス特徴があるんですかね。あ、まあ、基本丸っこい丸っこいナス、はい、そして身と皮のしっかりしたもちもちとしたタイプの甘みなんです。こちらですね、これはね、お漬物になってます、はい、あ、お漬物で凍らせてる。お漬物の場合はこの冷凍なんですね。なるほど、はい、冷凍にした状態で保存をして食べるときに自然解凍して食べる。なるほど。これワイン漬け。はい、そうです、ワイン漬け。おいしいよこれ。あとはナスのエキスを絞り出してですね、はい、アメちゃん、アメ、はい、あとはナスを使ったジャム、ジャム、はい、あと肉まんちまきという形でね、鶏ガイナスをその 中に入れ込んで作ってます。まず、トリガイナスのお漬物、お漬物なんで、ちょっと一回食べていただきます。はい、ありがとうございます。こちらですね、はい、この冷凍になったのを自然解凍して切ってます、はいはい、こういう形の。じゃあ、早速いただきます。あ、結構大きい。あ、スイカ、ちょっと大きく切りましたんでこんな感じですね。いただきます。はい、いただきます。どうぞ。これ何とも言えん感触でしょ。これもみずみずしくて、はい、で結構噛み応えがありますね。結構肉汁がしっかりしてますので、そうですね、歯応えはあるかと思います。ビールのあてにもいい感じですね。ご飯のお供にはもちろんですけど美味しいですね。これはもうこれもうよう合いますわ。あとナスビ、これお漬物以外にはちょっと後ろでこう湯気が上がってるのがあるみたいなんですけど、はい、それはですね、このトリガイナスを入りました肉まんとちまきですね、そのことを今蒸し上げてます。そうですか、蒸し上げてるってことはこのままや。はい、すぐ食べます。ああ、そうですか、はい、ちょっとじゃあ、はい、始めをさせていただいてよろしいでしょうか。はい、冬場は肉まんいいですね。はい、ちょっと熱いんで気をつけてくださいね。はい、はい、じゃあいただきます。熱い。うん、あんが結構もうしっかりとしたあんが入ってるんですけど、中にこの、ね、やっぱりナスビの味が出ますね。そうですね、あのうちの場合は肉もね、ひき肉じゃなくてチャーシューがゴロッと入ってます、うん、それとあとナスを入れてますんで、ちょっといい中華風のタレで絡め合ってます。それじゃあ僕もいただきましょう。はい、よろしくお願いします。いただきます。また551と違う格別のこの感触でございます。おいしいです。じゃああと続いてちまきも頂戴していいですか。はい、ご用意させてもらいます。ちょっとこれ、はい、これは熱そうだな。あ、いただきます。はい、じゃあ開けます。中はね、あのもち米がベースで椎茸、黒豆、はい、そしてチャーシュー、はい、そして鶏貝ナスが入ってます。なるほど。はい、つまいただきましょう。はい、いただきましょう。美味しそうです。いただきます。うん、何回も食べてるけどやっぱり美味しいわ。ありがとうございます。今度また漬物一緒に食べたらいいことない。あれ、いくらでもいけると思います。美味しいです。これ冬場これ温かくしたのがいいですね。あのナス最高ですね。そうですね、摂津ブランドっていいものありますけど他にも何かあるんですかね。あのね、摂津、うん、の優れものたくさんあると言いました、はい、これは今は食ですね。食ですね、はい、この町どっちかというと産業の町。そうですね、そういう意味ではあの世界にも通ずるような技術とか、はい、そういう、はい、企業もありますんで。なるほど、そこへ行きましょうか。次ですか。あ、ぜひお願いします。というわけで
立正さんを訪れました。はい、やってきました。やってきましたね。摂津ブランド、摂津の優れもん、はい、優れもの、はい、たくさんあるんですけど、ね、はい、ここを置いてはね、話せないと、ね、なるほど。摂津の自慢です。このミラーボールも日本の 90%、 いや 99% のシェアを持つ株式会社日照さんの社長です。どうぞよろしくお願いします。あのジェイコムの井口と申します。どうぞよろしくお願いします。すごいですね、このミラーボール。そうですね、はい、まあ、確かにいろんな種類はあるんですけど、はい、まあ、基本的には一応こ うちとしてはこう角鏡と丸鏡っていうのが基本ベースしてまして、うん、あとは、まあ、天井低いところのものだとか、こういう3方向で曲がったりとか、はい、まあ、こういう今までいう結構ショップライン、ライティングレールですね、はい、やったりとかっていうので結構いろいろ出したのでやってるんですけど、まあ、一番大きいのはこれぐらいで今持ってるのが90cm。大きいですね。そうですね。これはどういった先にご注文されてるんですか？これは劇場ホールとか、劇場ホール、まあ、そういうテレビ局さんだとかそういうので行きますね。大体、まあ、オーダーメイトで注文を。そうですね、はい、こういう形ですね。その時で、はい、受注生産という形ですね。なるほど、はい、先ほど市長の方からですね、はい、日本のトップメーカーというふうに 90% というお話がありますけども、はいはい、この摂津の地でその日本のシェア 90% のシェアを持ってらっしゃる企業さんがあるというのは私ちょっとびっくりしてるんですけども、はいはい、これ創業されてどれぐらい経ってらっしゃいますか？そうですね、創業は昭和24年からになりますので。なるほど、だいぶかれこれっていうのはあるんですけど、まあ、それから時からずっとミラーボールはやってますので、はい、で作り方も変わってませんし。そうですか、はい、では少しちょっとね、はい、どういった形のこの絵というか光が出るのかを拝見したいんですけど、はい、お願いしてよろしいでしょうか？一番大きいのでちょっとこちらですね、はいはい、よろしくお願いします、はい、あはい、なるほどですね、はい、おお、すごい、はい、ものすごい効果やね、これすごいですね光の、まあ、先にこうカラーリングカラー、なるほどなるほど、入れていただくと、まあ、青とかピンクとか赤とかという形で、はい、なりますね、はい、なるほど。例えばなんですけども、一般家庭だったらこれはまあ大きすぎると思うんですけど、はい、買われる方っていらっしゃるんですね。そうですね、一般家庭の方でもやっぱカラオケボックスとか、はい、いらっしゃることありますので。なるほどなるほど、まあ、この小さいのとか。ああ、なるほど、はい、いやいいですね。じゃあ、はい、このミラーボードこのどういう設計っていうんでしょうかね、はい、商品化される上で何かこだわってらっしゃるところとかもしあるようでしたら教えていただけますか？そうですね、はい、核はそんなにはないんですけど、はい、ちょっともしよければあれなんですけど、この丸ミラーのところを見ていただいたら、はい、このミラーとミラーがありますよね、ええ、その谷、ミラーとミラーの谷の間に全部すべてミラーを落とし込んでいってるんですね、まあ、適当に並べたら適当には並べれるんですけど、やっぱりカメラワーク的とかいろんな見栄えっていうのもやっぱり一番大事なんで、なるほど、そういう形で綺麗に並ぶような形はしてますね、はい、なるほどですね、はい、そこはだからうちのそういう芸術品を作る上での一つとしてやってますね。社長、やっぱり摂津で、はい、まあ、もともと摂津ってものづくりの町だと思うんですけど、はいはい、このミラーを作ってるっていうことに対していかがでしょう？そうですね、いろんな部分で重宝している部分もありますし、摂津の中でいろんな会社さんありますし、はい、横のつながりっていうか、そういうものづくりに対してはすごくいろんな会社が入っているので、ここでの製造業っていうのはやりやすいです、ね、やりやすい時期な、はいはい、なるほど。市長いかがでしょう、こういう部分にあるようですけど、はい、もうまさしくこのものづくりの町の優れもんそのものですね、このミラーボールの西田さんね。もう北摂のみならず全国的にも産業としてもう地盤であります。ということでこの町には日本のみならず世界に通用するような技術、また企業がたくさんあるわけですね。その中でもこのミラーボール代表的な日照さんなんですけれども、社長さんいつも言われるんですが、伝統とかそれにあぐらかくことなくどんどん前向きで攻撃が最大の防御とおっしゃってますけれども、そういう意味ではこれからもですねどんどん発展していただいて、また他のね、事業所にも
一つのモデルになるように頑張っていただきたいと思います、はいはいはい、なるほど、摂津はええもん作るな。市長、今日はいろいろとありがとうございました。いやいや、のいいところをご紹介いただきまして、いろいろね、摂津の町に取り、ね、取り上げていただいて、こちらこそありがとうございました。いやいや、本当に今日はいろいろ紹介ありがとうございました、ね、雨降ってしまったけどね、はい、ちょっと残念でしたけどね、ここ、はい、最後の締めくくりに美味しいラーメン食べましょうか。じゃあ最後に行きましょうか、はいはいはい、いつものラーメン、はい、ニンニクちょっといい、ちょっとだけ、はい、僕もニンニクちょっとだけ、はい、よろしくお願いします。ここはこだわりのマイルドなスープといいますかね、はい、から、ね、豚骨の美味しいラーメン、マスターのいろいろなこだわりの楽しみですね、はい、近くにね、文化ホールとかコミュニティプラザとかね、いろんな施設があるんです、はい、そこで行事がある時にね、もうお昼も食べる、ね、時間もないような時はまあまああるんです、はい、その時ここへ近くにありますね、よく来るんです。そうですか、はい、どうですか、市長、しょっちゅうありますか。もう20年以上、はい、来ていただいてます。そうなんですか、はい、ね、ここはここもよう流行ってる店やから、なんか人気店に九州ラーメンって書いてますね、豚骨ですね、はい、どうぞお待ちください。ありがとうございます。どうぞ、じゃあ早速いただきますか。そうですね、いただきます。皆さんもいただいてください。あ、いい香りだと。あ、結構ですね、ニンニクも結構効いた。ああ、そうだった。ここは昼間は、何時間か休んでるのかな。いや、そう、ずっとやってたな。8時前まで、ね、同時でやってた、うん、うん、豚骨がしっかり効いてて美味しいですね。市長はラーメンに大好きなんですか。そうですね、よう食べる。どうしてもね、とにかくこう時間が不規則で忙しいとなると、はい、ついつい ね、 そうですよね、ラーメンに、うどんかラーメン。ラーメンで身も心もポッカポカ、ええー、なあ、摂津市。